にちは、七尾です。今日はね、ヘリノックスのチェアゼロ買ったので、これをご紹介したいと思います。念願のね、軽量チェアです。今までね、結構安価な椅子はたくさん持ってたんですけども、どれもね、登山に持っていくにはちょっと役に立たなかったのばっかりで、それでね、これをちょっと試したところすごく良かったんでね、これをちょっとご紹介したいと思います。まあね、もうヘリノックスというとね、もう皆さんご存知の通り、もう有名ないいメーカーなんですけども、中でもこのチェアゼロはね、500ちょっとグラム、600グラムあるなしぐらいなんで、それはこれならね、登山にも持っていけてすごくいいと思ったんですよ。耐荷重もね、120キロまでいけるので、私みたいに大柄な人間でも大丈夫です。袋から出すとね、骨組みとシートと2つに分かれています。で、骨組みの方は割とこうやって簡単に裏側にちゃんとアップサイド、ダウンサイド書いてありますんで、まず上から、それ下つけるときは寝かすとつけやすいと書いてありますね。これで完成です。今までね、登山とかだったらね、なかなかこうやってね、ゆっくり座って休むとかする場所なかったんですけども、それでね、いつも椅子、ゆっくり休める椅子欲しいなって思いながらも、なかなか手が出せなかった。で、これがね、見つけて、でまあちょっとね、結構高価な椅子なんですけども、まあ思い切って買いました。でも良かったです。これはもっと早く買っとくべきでしたね。すごくいいです、この椅子。やっぱりね、登山に持っていけるっていうのがいいんですよ。片付ける時もね、もうこれを外して、さっきみたいにこの骨組みをここからばらせますんで、それやるだけでもう簡単に、片付けることもできます。なんといってもやっぱりもう軽いのがすごくいいです。もう一つね、グランドチェアというのがあるんですけど、あれがね、ちょっと低いんですよ。であるよりも私はこっちのちょっと、こっちの方がやっぱり高いの、高さがあるのでね、やっぱり私はこっちの方が好みだったので、こっちにしました。やっぱり軽いというのもありますのでね。ということで、今回は、ヘリノックスの、チェアゼロのご紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。